めーん。今日はびっくりした。トラウくん、一興承認です。今日メンにちょっといいお話がありまして。あ、はい、なんでしょう。ちょっとメンに、あの、ちょっと建築を依頼したいのがあるんよ。あー、なるほど。はい。でもただやっぱ、ただでやっぱりメンにこう建築してっていうのはちょっとなんか申し訳ない気持ちと、それちょっと良くないなと思うよね。なるほど。うん。でちょっとそんなメンにちょっとメンが欲しそうなもの今日持ってきました、はい、これ持ってくの大変でね、手持ちがすごいことになっとるんよ。ほう。でちょっといきますね。ちょまだ見てな。ああ、まだ見てる、まだ見てない。ちょっと何が来るかわからんでしょう。何が来るかまだ全然分かってないよ。じゃあ見ます。はい。おあ、これ普通にありがたいわ。崩壊石やん。そう、結構ゲットしたいでしょ。うん、これはね、だいぶ持つ。いや、嬉しいわ。9スタック普通にありがたいやつやん。いやいやいや、でしょ。いや、よかったよかったよかった。じゃあ、お疲れ。いや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 、ただやん、そんな、なんな。あ、じゃあ、お題の、ここは。いや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 、と、松明。いやいや、持っとるんよ。でもこれちょっとね、あげます。ありがとう。これはでも普通にありがたい。あとちょっとちっちゃい、ちょっと建築をお願いしたいんよ。はい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 。ちょっとあの弓道場みたいな、はい、なんていうんだろう、弓道場、射撃場作りたくて、当たったらダイヤがゲット、あ、ダイヤじゃなくてネザライト系とかレアアイテムをゲットできるみたいな。 めっちゃええやん。でも一回弓引くのに1ダイヤ、うん、ああ、なるほどなるほど。作りたくて、で、ちょっと僕建築あれだから、ちょっと麺の力も借りて一緒になんか作りたいなと思って。余裕のよっちゃんよ。でこのお手伝い費用ということで、ちょっとまた見つけたらどんどん麺に送ります。あれ、サブスクシステムや。サブスクシステムこうできるまで崩壊的サブスクや。そうそう、ちゃんと送るんで、僕がアメディスト部屋見つけたらもう全部取って送るサブスクシステム。え、どうですか。それは意図的に建築を遅らせて崩壊石いっぱいもらおうって考えたら怒られる。1日に10個くらいここの周りに看板が立ちます。おいまだなんかって早く立てろって。そう、どんどん看板が増えてくるんで、危ない、それ危ない。遅らせていったら、そう、看板が増えていくから、まあ、ちょっと1月か2月ぐらいに、はいはいはい、共に何か作れたら。オッケー、準備しとくわ。そしたら、いや、一緒になんか和風洋風どっちがいい。あー、和風の方がいいかな。一緒になんか和風の作れたら嬉しいね。オッケー、ちょっと和風の素材集めておくわ。そしたら、いや、僕もちょっといろいろ考えてくわ。ありがとう。オッケー。いや、これマジでありがたい。崩壊石普通に使おう。いや、ちょっとね、僕がアメディストゲットしたら、あ、じゃあ崩壊石ゲットしたらここら辺にチェスト置いといて入れていくね。あー、オッケーオッケーオッケー。なんか掲示板作っとくわ。そしたら、あー、オッケーオッケー。なんかそういう物を置ける広場。うん、じゃあそんな感じで、ありがとうね。またね。あざっす。じゃあのー、じゃあね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。